コロンビア大学のスティグリッツ教授は、安倍総理が伊勢志摩サミットに向けて、世界経済の情勢を分析する会議の初会合に出席し、消費税引き上げの見送りを提言しました政府・与党内からは、来年4月から消費税を10%に引き上げることについて、慎重論が出ています。 世界経済の低迷を理由に、安倍総理が増税を凍結するのではないかという見方も取り沙汰されています。